始まりました。チュロルズ3の試合です。チーム紹介します。ライト康二郎くん、レフト昇龍、レフトバック朝日さん、ライトバック心さん、ベンチが優勢です。頑張ってください。これ何位までが課金ですか？一番下だけ。下位の初戦負けだけ。上、下位に行ってベスト4入ったら、ベスト4か2位までやったら下位のやったら課金は回避になる。じゃあもうそっち狙おう。下位に行くよ。やばい本当に。次樋口さんのとこなんですよ。ああね、なんかレフトの人がめっちゃ強そう。ラッキー気持ちいい。勝利拾えず。こいつらも課金か。でもいいよ、このチーム優勢が払うけん。遅刻したけん。手ぶれやばい。ユージも今1試合目が終わった。はい、これ1、5やけんめっちゃ開くっす。開くね。ベンチです。ベンチスタートです。僕いなくても勝てるみたいです。これ勝てんよ。ダメだこれ。お、あマジ汗止まらん、やばい。えら汗かいたわね。めっちゃ汗かいた。多汗症レベルで汗かく。マジで代謝いい方な。めっちゃいいですよ代謝は。来た加藤くん集合。加藤くん部長集合。部長集合。課金確定。ゆっくり使っとるよ。優勢いつものが決まらん。熱いっすね。やばい、マジやばい。同点だったらまた出ようか。点差開くやろ、また負けちまえ。トリュキモいな。普通に悪口だ。バイト行った瞬間急に腰巾着なるけんね。ダメダメ、もう大芸人もう追いつけんばい。あ、それ点数言ってなかった。何なんすか今。負けと8-5。うわっ、人間の悪さ出とう。こういうとこで育ったけん。マジか。たまに出とうもん。お、追いつくんじゃない？87? 87っすね。こっちの試合展開早いよ。俺らも準備してるから。あれ、水色
書いてんの持ってきたよいや、来ると思ったけんね、ちゃんとしんくんと組むってのはそういうことやけシューも持っておこうよ。なんかいろいろ持ったよね、あいつも。何がした？なでも書いて、書いてもいい。あー。オレンジじゃない、ロッパーの特徴って。あいつ来週出ると？誰と？強かったよね。リックン。あー、リックン。いや、リックンは違う。あれ？リックンシューンなんすよ。リックンとシューン。リックンや。リックンがどう、あの、シューがライトする。そうでしょ、多分。いや、わからんよ、リックンだよ。いいよ。だって鹿児島はシュウがあれやってライトやったっけ。いや、なぜライトきついやろ。ただ鹿児島は先輩は俺ただお、10対10よ。あるよ、あるよ。10対10でチェンコでーす。おー、打ち方が。バレーボーラーじゃないな、多分あいつ。あいつ、室内危ないよ。マジで危ない。前飛びすぎ。幅飛びみたいな、しかも一人だけ。ハルキカラスも全然そうね。6、8で負けとマジか。でも頑張ってます。はい、朝日さん逆疲れました。まずいよ。人とすすぎる。てかまた今日雷降るって言わなかった？午後から降るって言ってましたね。ねもうだるすぎるマジで。天気荒れすぎちゃった。いや間違いない。昨日も降ったしね。今日雨雲全くないですよ、ね、周り。暑い。マリアさん芸人もだったら終わりやろ。いいよ。ナイスさ。おい、ナイス。ナイス。うわ、ナイスフォロー。わ、ラッキーラッキー。いいんや、すげえ。飛び方が完全にビーチや。うまい。
何点ですか今。お、15-15。わあ、もうこれ2点ぐらい欲しいね。でも時間的にあと 1,2 点やな。ゆうせまずい、まずい、はい、ゆうせあはい、これで課金へ一歩進みました。お疲れ様でーす。